はい、バッチしました。相手が、なるほど。そんじゃどうだ、これはどうなんだろう。バルビアの通りが割といい岩技、バルビアの通りむちゃくちゃいいよ。これ全員ポケモンに弱点つけるんだ。そんじゃバルビアで先発でいいでしょ。そうだね、地震でメタグラス、ガチコラス、ストーンエッジでマニューダーハイヤー、ラプラス、リーラリアットで風鈴と。ああ、そんじゃロス、次、残りはどうやって決めるかだけど。まあ、ルチャブルは出していいかな。それで、あと一体を。はい、そうさん、対戦よろしくお願いします。はい、最初のポケモンがメタグロス。メタグロスならまあ、そうだね。ダイバー切っちゃっていいのかな、今回はこれは。クリアブリーで能力下がらないのか、メタグロスは。メタグロスはね、スバイス抜いてるんだよね、素手。まあ、その後ダイアース打っちゃってもいい気はするけど、でもまあ別に。まあでもまあ、打っちゃうか、ダイアースも。に一発で落ちないかな。あー、ちょっと残った。何これ、ちょっと残しそうなんだよな。悪びわるの火力微妙なんだよ。あ、タスキか。タスキじゃない、じゃあこう、マジで1分も遅かった。いや、ちょっと待ってよ。いや、この残り HP でさ、高速移動が発動するのはちょっとずるい気がするんだよね。なんかずるくない、この残り HP で高速移動が発動するのは。いや、ダイナックでよかった気がする。ダイナックで攻撃上げときゃよかったね、今。なんかダイヤスっちゃったけど、ダイナックでよかった、普通に。おー、そう、ほうほうほう。さあ、体力が、なんだ、メタグロスってさ、ワルビアルにどんな弱点つけたことないよね。アームハンマーがある。大七じゃ余裕。危ねえ。別に余裕じゃなかった。600とかだもんね、メタグロスは。そうだよね。ちょっとまずいね、これ。まあ、お互いダイマックスをなくしてとか、ちょっと、いや、でもマニーラ出してくるかな。あ、ラプラスは大丈夫だ。ラプラスならできる。まあ、普通に最大だったりもつか、ここは。まあ、ダプラスは巨大戦率は強いけど、巨大戦率なかったらそんな強いポケモンでもないから別に。まあ、耐久は高いんだけど、確かに。どんなもん食らう？もう割と食らうね。しまった、さっきダイレックル積んどけば落とせたな、これ。やらかしたなー、ちょっと。まあ、でもね、これは、だいぶ勝ち筋は、かなり太いんじゃないか。まあ、ルチャブルで、普通に上取って殴ってラプラスを倒せる。まあ、ただ、上のことを考えると、ここはラプラスでホエルをね、やっとくべき。いや、でもルチャブルを確実に処理していきたいな。ホエルが弱いポケモンもそんなにいなかった気がするから。どうだったっけ。ああ、まあいいや。なんかもう、いないよね、ホエルが弱いポケモン、別に。いない。まあ、だからここは普通にドチャブで確実にラプラスを処理していく。
まださっきのさ、ダイロックも失敗になった俺。あれのせいで、ちょっと砂ダメージで助けが潰れちゃうんだよな。まあまあ、でもまあ、どっちにしても出ちゃう理由は早ポケモンいないから、相手のパーティー。そうなんで。ちょっとさすがにこれは、あ、でも無理か。無理だな。剣の前積んでないし、あ、降参。はい、大変ありがとうございました。はい、お待ちしました。そうか。なるほど。まあ、またまた、ワルフェアルの通りは別に良くないから、上自体はいいけど。別に良くないな。見に行く気もいいし、ウラオスもいると。そうか、ウラオスいるのか。ウラオスいるのは、まあ、ルチャブラは確定いい。ほんで、ルチャブル、フリーズよ。あー、ただ、ダティオスの素早さがわからん。ダティオスで遅いのは無理だ。どうだろうな。いや、でもまあ、フリーでも仕事できそうな感じはあるけど。いや、別にわざわざ出す方でもないって感じか。ワルフィアールの通り、別に今回めちゃくちゃいいわけでもないし。かといって、悪くもなくと。なんか微妙だな。まあでもフリーでは特攻高いから、ダティオスの流星群一発ぐらい耐えるでしょ。で、多分フリーズを超えるもん。はい、スナレフさん、対戦よろしくお願いします。はい、最初のポケモンが、綺麗花。あ、綺麗花は大丈夫。そうだね。まあ、まずは剣の舞積んで、ダイジェットで素早さを上げようと。で、ダイジェットで素早さ上げる必要あるのか、これ。まあ、うちしても飛行技が。相手、まあ、S バーン抜けるようになるから、積む意味あるな、ちゃんと。だいぶ引っ込めてくるかな、綺麗花。あ、引っ込めてこないんだ。なんだ、綺麗花、サポートが、サポートだけもね、綺麗花って。何やるんだ。あー、蝶の舞ね。蝶の舞は、ちょっと悠長じゃない、それは。素早さ1段階がやると抜かれるな、多分。までは問題ない。いや、確実にぶち抜けが、これは。これ、ぶち抜けるわけないんだよな。ルチャブルがさ、まあ、助けを持ったら見るとビビるなんだけど、また。綺麗なら助けを持ってるイメージはそんなないんだよね。あ、で、抜いてるわ。素早さ1段階上げないと。よし、そこまで普通に綺麗肌をぶち抜いていく。ああ、で、これで、ね、これだいぶでかいね。で、これでエースバーンの上も取れるようになったから、すべてのポケモンに上を取れるようになったと。いいんじゃないこれ。めちゃくちゃいいよ、今。もうダティオス。はい、ダティオスには、まあ、大牢国で、あれほんと、ちょっと待ってね。間違えてるね。ダティオスのタイプ間違えてるね。あれ、ダティオスってドラゴン飛行じゃないっけ、なんだっけダティオスのタイプ。まずエンザイネットですか。で、ラティオスのタイプってドラゴンエスパーだから。なんだ、なんでドラゴン飛行だと思ってたんだろう。見た目的に浮いてるから。でも大体はドラゴンポケモン浮いてるんだよな。ドラゴンポケモンって大体言ってるから飛行タイプつけようと思うのが好きですっていう。ほっ、なるほど。こういうダメージの入りからするんだ。なんとも言い難い。あ、ちょっと待って。あ、でも、タスキがあるから、タスキが潰れてなかったら本当にでかいよ、これ。いいね、いいね、いいね。そうだね。ここはまあ、これまあ、ダイラックで、ポイキロが上げてもいいんだけど、落ちなかった時が嫌だから。いや、落ちるとは思うんだけどな、これ。どうだ。いや、でも半分いいか。多分まあ、攻撃を上げるメリットもそんなないし。そうだね。わざわざ、上げるメリットある今。ないよね、別に。あ、ちょっと違う。
エスバーをストレッチ一発で倒せるかどうかって言われて確かに怪しい気もするけど、まあまあまあ、でもダイエットで落ちるんだよなこれさすがに。でもさすがにちょっと怖い、ここでちょっとビビリが出ちゃったけど、あ、降参。はい、再生ありがとうございました。はい、マッチしました。来たよ、来たよ、テッカフェア。もうテッカフェアというものなんかほんと大嫌い。こいつらのせいでほんとに毎回詰むんだよな。いや、まあ対策してこない俺が悪いんだけど。そうね。なるほど。どうする？いや、正直な、テッカフェアに対するさ、対策はフリー以上の絶対での運ゲーぐらいしかないっていう。血管にも程がある。まあでも、どうしようか。今回、そうだな、ワルビアルが、かなり支えがいい気がするんだよな。どうだろう、ワルビアルのインファイトでバンギアス一発で落ちるかっていうのが怪しいけど、まあいけるか。いけるいける。多分いける。ワルビアルの、フェアリーが2体いる状態でのワルビアル、ルチャブル両方選手はきつい。ルチャブルでいいか。ルチャブル、フリーズを、超えるよ。はい、超えていこう。てっかく上だけが出てくるんだ。てっかく上だけが出てくるんだ。もう、てっかく上出てきたら負けなんだよな。てっかく上出てきたら負けのパーティーってどんなんて話がある。はい、マキさん、対戦よろしくお願いします。うつどいのは大丈夫。うつどいのは大丈夫。まあ、多分、うつどいのがやってくることってメテオビームだと思うんだけど。そうだね。でも、ルチャブルはうつどいの抜いてるから、まあ普通に剣の前積んで、あれちょっと待って。ちょっと待って。あれ、うつどいのってさ、あれちょっと待って、毒タイプって格闘今一つでできんの。ダメだな、タイプ相性をちゃんと熟知してない。ちょっと待って、なんで2人やってきた。電磁波は効いてない。電磁波は効いてない。ちょっと待って。メタオビームじゃないの？うつどいのかなって。なんだろう？嘘。もういいや、インファイト、インファイト。うわ、サポート型だ。クソサポート型だ。でも大丈夫。もうインファイト。もううつどいの落とせ。さっさと落とせ。一発で落ちる、多分。はい。あれは処理したところって感じなんだよな。普通に仕事してきたから、うつどいの声で。サポート型で、としては、まあ、ちゃんと素早いポケモン、電磁波巻いて、スピード巻いたから。仕事は十分にしたからな、トントンなんだよな、これ。タスキがまだ冷たいけど、でかい。おー、いいよ、いいね、いいね、いいね。ちゃんとインファイトが抜群のやつが出てくる。で、ここでさ、わざわざ格闘抜群のレジスティルを出してきたのなんだもん。ルチャブルダメんだ。鈴木の前積んでさ、タイプ1とインファイトを耐えると思ってんのか。いいね、いいね、いいね。まあ、確かにルチャブルは攻撃種族値92だからそんな高くないんだけど。どうしようこれ。いや、きついな。このインファイト、テッカフェアダイマックスしてもそんな強くないでしょ。テッカフェアダイマックス強くないよね、別に。テッカフェアってさ、やる気持たれから身代わりでさ、それがクソうざいんだよね、あれ。だから別に、やる気身代わり食べ残しが、で、全然 HP が減らないって言ったら強いんだけど、テッカフェアって。ダイマックスしてもそんな強くなくね、テッカフェアは。あー、でも防御上げられたのはめんどくさいね、ちょっと。まあ、助けでも持ちこたえるけどっていうところだよね、これ。そうか。まあ、いいか。普通に2枚で打つか。動け、動け、動け。って、ルチャブル一回もしびれんかったな。かなり運がいい、これは。こんだけ動いて、まひられてから、まひになってから、こんだけ動いて、一回もしびれないっていうのはかなり運がいい。そうか。そ
これを持ってるのか。きついきついきつい。きつい。むちゃくちゃきつい。割ときつい。きついね。ビーストブーストが発動するとこれ。きついな、これ。むちゃくちゃきついよ、これ。どうしよう。まあ、フリーズ用でダイマックスして、ダイウォール貼って、そこからダイアイスで落とすっていう感じかな。いや、でも多分、どうやってっかくやな。ホロナ持ってるかな。しまった、ステルスロック叶えてんな。ホロナ持ってなければ勝てるな。どうなんだろう。フリーズ用、せっかくやる素晴らしさってどんなもんだっけ。ダイジェット一回捕まえたら、すぐに抜かれる？フリーズ用。素早さ、てっかくやで素早さ届くと61か。どうだ？抜いてるのか？ちょっと待って、計算しんとわからん。でも、ね、抜いてない気もするんだよな。普通に上から殴って勝てるかなと。まあ、これさすがにこれ当てたら落ちるんだよね。あ、よし、上から殴れてる。はい、これで。ドーンとよーし。はい、これ、よし。いや、鉄拳具合ダイマックスしてくれたのは嬉しかったな。ダイマックス型鉄拳具合やな、これ。はい、先生よろしくお願いしました。噛んだ。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また、この